こんなもんか。民兵め、覚悟しろよ。まだ。バカ。まだいんのか。クソ。お前のせいでバレたらどうすんねんバカ。タイミングをちゃんとせえよお前。向こう行け。ナイス。いけいけ、やれ。寄ってきよるんじゃん。頑張れ。神さん全滅やん。俺に砂使わせてな貴様ら。ここ。生きとんかーい。ほら。ペガ、潰してやる。あとはやつだけや。あとはこいつや。こいつ頭狙うしかないからな。よっ、やばい。よし、片付いた。よし、リッキー終わったぞ。よかった、ブーザーも安心するよ。じゃあね。ディーコンだな、入れてやれ。早く中に入れ。何があった？うわ、ボロボロやん。野党どもにやられた。これから奴らを追って反撃に出る。俺には関係ねえ話だな。マニーが捕まった。マニーを行かせたのか。無理に行かせたわけじゃない。あいつが行くって言い出した。いいから黙れ。あ、おこですよ。ああ、痕跡か。これか。
コープランド、バイクを見つけた。今から追跡してみる。仲間はサンティアムハイウェイでやられたらしい。ああ、もう見つけたぞ。じゃあな。ん？見つけた？ここ始めんとこじゃんの。動くんやろ。ほら。なんかやっとんねんお前。わかるわい。ゾンビ撃とうと必死になって。お、行ってる？行ってないな。ほらほら、銃声したで。もうこれで行くやろ。頑張れフリーカー。終わったのか。いや、まだや。大軍？大軍だって言わんかった。そのせいかな。木の裏行きやがった。うまいこと荒らしてくれてんな。あいつか。終わってもだか。タイミングでさ、よーマニーひどいぞ。本当にやらせるわけないだろう。俺のバイク直せるやつがいなくなっちまう。なんか変な声聞こえるよ。嘘やろ。音立てんだ。え？でもこっち来おへんやろ。来んの？え？気よるくね？
あ、こうへん。あ、何がしたいの？あれ？どこ行った？えい、熊吉。おう。やった！いいぞ！これこんだけ黒と生きてるやつ。わあ、ちょっと待って、来たよ。え、これの嘘やろ。やっぱなんか来てるよ。声するで。なんか来てるくない？ディーコン、あと一人で。やったな、ディーコン。すごいぞ。やっぱ来てるよな。終わった。キャンプにこもりすぎたな。あんなすごいのは初めて見た。ああ、そうか。とにかく、ここを離れるぞ。ああ、喜んでそうする。大群や。全滅さし…でも一応、自然脇みたいなやつおんだよな。何をしてる？なんだろうな。何ヶ月もキャンプの外に出てなかったから。もっと役に立とうと思ってる。銃を使う連中はうようよいるが、お前みたいにバイクを直せるやつはそういない。ああ、珍しく意見があったな。なあ、どうして外はこうなんだ。どういうことだ。みんな殺し合いばかりしてる。マーニー、世界がこうなる前、刑務所にどれだけの悪者がいたと思う？国内での話だ。わからない。250万人だ。解釈法中のやつとかも入れたら700万近くになる。ってことは35人に1人は法を守らねえ危険なやつだったんだ。しかも捕まってないやつもいる。ひどいな。だから問題はなぜこうなのかじゃなくて、なぜ今までこうならなかったかだ。うん。やっぱキャンプにこもってる方がいいかもな。ああ、俺もそう思う。その方が安全よな。一人で平気か？ああ、平気だ。ディゴン、ありがとな。来てくれなかったら死んでた。マーニー、しっかりやれよ。ああ、わかった。せっせとやる。ほら、さっさと行け。これクリアか。おらへんな。めっちゃあるやん。びっくりした。お出迎えか。やばい、やられたぞ。びっくりした。お前ら急に湧いたやろ。コーブランド見つけたぞ。よくやってくれたな。生きてるか？ちょっと怪我してるが大丈夫だ。お前のキャンプのこと探ってるドリフターがいるみたいだぞ。人数や武器の数とかな。バレてもいいがね。武器なら十分。当たりに来といて。誰にも渡さない。やばい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 。ああ、そうだな。マニーが戻ったらしっかりやるよう言ってくれ。じゃあな。古い製材所か。は？こいつは楽勝だよな。何か足りないものはないか。ただ火曜日持てるだけ持ってこう。しめ、お前らやめとけ今。そろそろ吐けよ。クレオソートはどこだ？
お前トラック転がしてるだけだろ。分かってんじゃねえか。たく、古い製材所だよ。あそこの貯蔵タンクにはクレオソートが入ってるはずだ。製材所？あそこはフリーカーの溜まり場だ。かなりの数だぞ。ああ、もちろん。んなこと分かってるぞ。お前まだ死にてえのか。やっとサラを見つけたんだろ、ディーク。死んじまったらどうする？ブーザ、違う。死にたいわけじゃない。作戦があるんだ。片付いたら連絡するから、トラックの準備しとけ。ここやんの？ここおんのは知っとったけど、ゲロやろ。リコ？よ、リキ。製材所に向かったってブーザーから聞いた。たく、ブーザーと喋りやがって。警備主任だったから仕方ないでしょ。覚えてるよね、私と一緒に製材所に行った時、そこに大軍が住んでたことを。ああ、覚えてる。あのめちゃくちゃでかい大軍がいるんだよ。ああ、もちろん覚えてる。でも称賛はある。民兵にいた時に奴ら強力な火炎瓶を開発したんだ。強力な火炎瓶？ああ、どっちかっていうとナパーム弾みたいなやつだ。そいつを使う。死なないでよリコ、絶対に。リキ、俺は大丈夫。そんな無茶をしようってわけじゃない。心配すんな。それに、何？ロウソクを燃やせってな。まあ、今回火つけんのは火炎瓶だが、これも前に進むためだ。それじゃな。よし、バイだな。うわ、すげえ。嘘だろ、何だあの数。これまずい、多すぎる。それ承知の上で来たん違うの？